愛知の高橋千佳選手です。どんなレースをしていきたいですか？自分から動いていったり、やっぱり前の方でレースを作れるようなレースができたらなと思います。メッセージをよろしくお願いします。弱点も上に行けるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。熊本の田中敦子選手です。今回の3日間どういったレースをしていきましょう？そうですね、自力のある選手が今回たくさんいるので、うまく立ち回って優勝できるように頑張りたいです。では最後にメッセージお願いします。いつも応援ありがとうございます。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。埼玉の岡村育子選手です。今回3日間どんなレースをしていきたいですか？久々の函館でだいぶ涼しいと思ってきてるんですけども、動きやすいと思いますので一生懸命走りたいと思います。では最後にメッセージお願いします。はい、久々の函館競輪走ります。一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。千葉の石井貴子選手です。今回3日間どんなレースをしていきたいですか？そうですね、とにかく自分の力を出し切るレースで集中して頑張りたいと思います。では最後にメッセージお願いします。はい、函館初出走になります。3日間頑張りますので応援よろしくお願いします。岐阜の小坂智子選手です。3日間どういったレースをしていきたいですか？流れに乗って臨機応変に戦えればと思ってます。では後に一言メッセージお願いします。はい、美味しいもの食べて充電はバッチリなので頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。茨城の荒川光選手です。今回3日間どんなレースを考えてますか？着内に入れるようなレースをしたいと思います。ではメッセージをよろしくお願いします。函館は初めて走るのでまだちょっとどんなバンクかわからないんですけど、一生懸命頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。三重の太田美穂選手です。今回3日間どういったレースをしていきたいですか？そうですね、やっぱり自力を出してしっかり積極的なあるレースをしていきたいと思います。ではメッセージお願いします。いつも応援ありがとうございます。しっかり走ります。応援よろしくお願いします。